ボナディエ・ボナデアは、ローマ神話に登場する、法上、治癒そして諸女性の女神である。ボナデアは、予言の神、ファウノスの娘であり、ファウナと同一視された。ギリシア神話では、ギュナイケイアに該当する。ボナデアは、アウェンティーヌスの丘の上にあった神殿に祀られ、その属性から低階級の人物や奴隷へ、女性から深い信仰を集めていた。一説によると、 ボナデアはダミアーとも同一視され、ダミアーがタレントムで崇拝されていたことから、紀元前272年に共和制ローマがタレントムを攻略してからボナデアの儀式がローマに広まったのではないかと考えられている。古代ローマ時代、毎年ボナデアを祀る儀式が執政官もしくはプラエトルといった後遺色についている人物の家で行われていた。ただし、 ボナデアが酔っ払った時にファウヌスが銀、バイカの枝でボナデアを打ちつえて殺害してしまったというローマ神話での言い伝えからボナデアの儀式にはワインや銀、バイカと共に男性の参加やオスの動物が描かれた絵画の掲示が禁じられていた。なお儀式はウェスタの諸女がサポートしていた。ポンペイの悲儀層に描かれたムチ打ちの壁画プルータルコスは ローマの収束問題についての一説で、ボナデアの儀式を個人宅で行う場合に、様々な花を使うのになぜ銀梅花だけ使わないのか、その説明をしている。ボナデアは夫に隠れてワインをたしなんでいたが、それを夫に発見されて銀梅花の杖で打ち据えられた。そのため、銀梅花は持ち込まず、ワインを捧げる時にもミルクだと偽って捧げる。また、儀式の際には、 夫だけでなく、男性も家から追い出すとしている。儀式は冬に行われ、男性を排除し、ウエストの処女が犠牲を捧げ、様々な花や植物を家に持ち込み、音楽と踊り、そしてワインを楽しんでいた。これらの様式は、その起源からより、都会的ヘレニズム的に変化したディオニューソシス崇拝と多くの共通点を持っており、ムチ打ちの儀式も当時は、 快楽的に行われていた可能性が高い。殴ることをバッカナーリアと呼んでいたとする記録もあり、儀式とムチ打ちのイメージが強く結びついていたことが狙い割れる。また、銀梅花はウェヌス・ムルキアを示しており、彼女は怠惰の女神であるため、銀梅花の排除は儀式による快楽をより長引かせたいという願いが現れているのではないかとする考察もある。バックスの儀式の前には、 禁欲期間があったことを、キトスリオユースが記している。ディオニューソス信仰は非道特的として、紀元前186年の言動員決議によって禁止されたが、ボナデアの儀式として生き残り、ローマ社会に広まっていったのではないかとする説もある。もともと女性限定であったディオニューソスの儀式が、ヘレニズム期を通じて徐々に男性の参加も認められるようになり、 男性の指導者も存在したという。また、この儀式は、家庭だけで行われていたわけではなく、他の多くの祭司と同じように、公共の場と各家庭の両方において行われていた可能性がある。ボナデアの儀式で最も知られているのは、紀元前62年12月4日に行われた、その年のプライトルガイウス・ユリウス・カエサルの母、アウレリアが取材したものであった。 プブリウス・クロディウス・プルケルが、カエサルの妻・ポンペアと密会するために、女装をして儀式に忍び込んだものの、アウレリアによって、その不定行為が発覚し、神への冒徳として告発されたというものである。このスキャンダルは性的であった、キケローやプルータルコスによる記述に追うところが多く、その重大さには疑問の余地がある。女装については、 ディオニューソスの祭りでは透けた衣装をまとうことが伝統的であり、当時30を過ぎていたクロデュースが本気で女性になりすまそうとしていたのかどうかわからない。女装して誘惑するという神話的モチーフは、アキレウスとデーダメイアのように各国で見受けられるものであり、プルータルコスによる創作も疑われる。キケロウが友人アティクスに宛てた、紀元前61年1月25日の手紙には、 こうある。ある男が、カエサル邸で行われていた人々のための儀式に、助走して訪れた。そのせいで、ウェスタの諸女が儀式をやり直した。そのことを、元老院で、クイントスコルニフィキウスが、我々ではなく、彼が言い出した。元老院は、ウェスタの諸女と仁義官に諮り、冒徳であると決議されたため、ロガティオに、元老院による承認が与えられ、失政官が公示した。 カエサルは妻を離縁したそうだ。キケロ、アッティクスアテショ1.13。3問題になったのは、事件から1ヶ月以上経ってからで、上述のように、ボナデアの儀式が、ディオニューソス信仰と深く結びついたものであるとすれば、男性が参加していたとしてもそれほどの冒徳があったとは言えず、実際この冒徳のあるなしについては、ベスタの諸女や人技官に、その判断を仰いでいる。 また、助走についても、1月に、ローマで行われていたハーデースの祭りでは、笛吹きが助走して練り歩いていたといい、プトレマイオス12世は、哲学者がディオニューソスの祭りで助走しなかったことに激怒し、助走してシンバルを奏でることを強要したという。ヒケロー自身も、P 相談外演説の中で、ローマの成人男性が宴会で裸で踊り狂い、口紅や香水をつけていたと言っているなど、 それほどキーな行動であったとは一概には言えない。公的な場所で行われていた祭祀ではなく、各家庭で行われていた儀式であったことからも、刑罰の対象となる可能性は低い。ただ、ウェスタの処女による、生けの儀式は、神聖なものであった可能性が高く、そこに男性が居合わせることは、厳格な伝統主義者からすると冒涜であり、 それを誇張されて性的に利用された可能性がある。こうした冒徳に対しては儀式をやり直すだけで十分であり、また罰も神によって裁かれるというのがローマの伝統であった。ただ、キケローは紀元前62年1月1日の手紙で最初に、このことに触れた時大きなスキャンダルになっていると言っており、やはり女装して儀式を中断させたことは問題であったようで、ローマ人が 宗教的な行事を尊重していたことが伺える。また、ボナデアの儀式が男性にも開かれたディオニューソスの儀式に近いとするには説得力がないとする反論もある。ありがとうございます。